もしもし上海のコーナーです。上海在住歴7年のチアンカナコです。今日は鉄道のチケットを買うときに必要な中国語を紹介します。私と夫は旅行が共通の趣味で、これまで中国各地を一緒に旅してきました。飛行機より鉄道を利用するのが大好きです。中国の鉄道は小さな町にも駅があって、直接いろいろなところに行けるからなんです。では鉄道のチケットを買うときによく使う単語の正しい発音を聞いてみましょう。普通席、硬座、普通寝台、硬卧。北京行きのチケットを2枚ください。2張去北京的票。鉄道のチケットを買うにはインターネット、電話、窓口という3つの方法があります。一番便利でよく使うのはインターネット販売です。スマホの鉄路12306というアプリを使って、出発日、目的地、パスポートナンバーを入力すればチケットを予約できます。出発時間を確認したら席を選ぶページに入ります。ここで先ほどの単語が出てきますね。普通席です。硬い座席です。それに対しロアンゾーはグリーン席で、柔らかくて腰掛けが調節できます。そして乗る時間が長い場合、寝台列車がおすすめです。普通寝台は1部屋6人なのに対して、一等寝台の方は1部屋4人だけで、ベッドの寝心地がいいんです。席を選んだらキャッシュレスで支払えば OK。 あとは当日チケットを駅の窓口で受け取ってください。一方、スマホが苦手な方はホットラインを使いましょう。12306にダイヤルして、オペレーターに目的地や乗りたい列車の番号など必要な情報を伝えれば大丈夫です。その時に使うのは两张去北京的票です。两张と北京のところの単語を入れ替えれば応用できますよね。例えば一张去成都的票や三张去关州的票など、電話やネットでチケットを買うのが難しい場合、窓口が便利ですよ。上海にはおよそ100カ所の窓口があります。私の家の近所にも窓口があったので、実際にチケットを買ってみました。两张去重庆的票有住期期间吗？下周一上午七点座位呢？软座，要坐十几个小时呢。好，晚上六点半到的。记得吃重庆的火锅哦。当然，出张隔壁，已经订好座了。窓口の人親切ですよね。チケットの販売だけでなく、目的地やグルメや観光スポットも教えてくれて嬉しかったですね。最近中国の鉄道の乗り心地はどんどん良くなっているんですよ。例えば北京と上海、成都と重慶をつなぐ高速鉄道にある特別な車両が登場しました。より静かな乗車体験を味わってもらおうと、北京と上海、成都と重慶の間の高速鉄道に消音車両が登場しました。すべての列車の3号車は消音車両に設定され、携帯やノートパソコンなどの電子機器はマナーモードに設置するように、ドアと座席に注意書きが貼られています。また車内で流される映像はミュートモードにされ、車内放送のボリュームも普通車両の 40% に抑えられます。大部分都戴了耳机，确实是给乘客一片宁静吧。もし電話がかかってきたり、友達と話をしたいときは列車の連結部分に行きます。消音車両の予約方法は簡単です。鉄路12306でチケットを予約するときに消音車両を選択すれば OK です。値段は普通車両と同じです。消音車両のほか、今年は自動販売機がある列車も登場し、飲み物やお菓子をいつでも買えるようになりました。またバリアフリーのトイレも新しく導入され、車椅子が入りやすい広さになっています。近いうち出張や旅行の計画があったら、ぜひ中国の鉄道を体験してみてくださいね。
きっと好きになると思いますよ。それではまた次回、バトゥシファチェン、我们下期见。